うさぎ形目は、哺乳孔に分類される目。別名と目、うさぎ目。北半球を中心に、南極大陸や離島を除く、世界中の陸地に分布している。オーストラリア大陸やマダガスカル島には、もともとは生息していなかった。全身は、柔らかい体毛で覆われる。磁界は大型で、本目内では、磁界があまり発達しない泣きうさぎ科でも他の哺乳孔の、 分類群と比較すると大型。目は、頭部の上部側面にあり、広い視野を確保することができる。鼻には縦に、割れ目があり、上部の皮膚を動かすことで鼻孔を開閉することができる。紋歯は発達し、一生伸び続ける。上顎の紋歯の裏側に、設計の紋歯がある。盲腸は長い。尿と糞は、一つの穴から排出する。木目、ラジーモルフォは、 古代ギリシャ語で、ウサギ型を意味する語に由来する。ミューローファイから来ている。つまり、ウサギ目は1980年代以前から使われている翻訳語である。文詞が伸び続けることから以前はネズミ目に含まれて、いたが、上学文詞の裏側にある、設計文詞などの特徴から本目を独立した目として分割された。ウサギは、 上顎の摂氏の裏にもう二枚小摂氏があることから、オモバメとも呼ばれる。しかし系統的に、月種目に近いのは事実であり、共にグリレス多めに属する姉妹グループである。死神予前期の約五千万年前に出現したと考えられている。以下の分類は、ホフマンスミスに従う。和名は、カワタラに従う。草原、反砂漠地帯、熱帯雨林、雪原。 岩場などの様々な環境に生息する。植生は植物食で、草本、木の葉、樹皮、果実などを食べる。一方で、陸生の巻き貝や昆虫を食べる種もいる。一部の栄養素を摂取するため南米の食物と一緒に胃で攪拌し、再び腸から栄養を摂取する。繁殖様式は耐性。繁殖力が強く、交尾によって排卵する。 出産して直後に妊娠することが可能で、一部の種では妊娠中に再び妊娠することも可能である。妊娠期間も短く30から40日。生息地では食用とされることもあり、食用に養殖されることもある。アナウサギはペットとして飼育されることもあり、小型種のネザーランドドワーフなど数多くの品種が作り出されている。 アナウサギは人為的に世界各地に移入され各地の植生を破壊したり移入先に分布する動物の競合などが問題となっている。開発による生息地の破壊などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。